アウトローの世界へようこそ。ナビゲーターを務めさせていただきます。増座でございます。本日のニュースをお送りいたします。まずは、佐々木さん関連からお伝えいたします。スケボー界のレジェンドである、秋、秋山さんとコラボをされており、当初は、回線の問題から、放送事故かと思われましたが、ジャンルは違えど、伝説対談では眼畜のある言葉が多く、 素晴らしい内容でしたが、藤井さんに対して、ポンプと詰め寄るコメントも多くありました。その後に、編集の龍さんも参加され、対立関係にある人に、相手の弱みを言うと揉める原因になるよと投げかけておりました。藤井さんも、このコラボで学んだとおっしゃっておりました。途中、言葉の綾で、ポンプ芸的な発言があり、素早い突っ込みを食らっておりました。その後に、 バッキー事件関係者が登場という衝撃的なライブとなりました。ネットに書き込まれていることの人工肛門などは否定されており、事前にすべて打ち合わせをしており、演出だと述べておりました。確かにハードな内容であり、プロダクション側にギャラは通常の3倍ほど支払っていたが、プロダクションとの取り分の関係から、割に合わないという不満の矛先が、プロダクションではなく、池袋署へ相談という形となり、 事件となったと述べておりました。それで、間違っていたら申し訳ございませんが、確か17年ほど入っていたそうです。障害罪は15年以下なので、併合罪として刑が加算されていった可能性が高く思います。もし、この話が本当であれば、司法への疑念を抱いてしまいます。弁護士能力が著しく低いのか、検察側が見せしめにするために、 過剰な証拠を集めたのかが少し気になります。そうなってくると裁判記録も検察側に有利に構成されている気がしますが、こればかりは双方の意見をじっくり見ないとわからないし、そんな場面は二度とないと思いますので、これ以上、話し合っても無意味にも思えます。ただ、ご本人が今であったり、前を向こうとされているので、ご本人の言葉を使うのであれば、割に合わないお仕事ではなく、 良い仕事に巡り合えれば幸いです。個人的な見解を言うのであれば、視聴者に飲まれすぎないことが大切に思えます。飲まれると一線を越えてしまうと思います。今回の出演は、ぶっつけ本番だったようです。次のニュースは、歌舞伎町の翔さんが、内藤さんを探して新宿の街を探索されておりました。いやいや、内藤さんは幕張か津田沼にいますよ。どういうオチなのか、 ドキドキしながら見ているとすごい世界が飛び込んできました。概要欄に URL がありますのでご視聴のほどお願いいたします。それではチャンネル登録・高評価をお願いいたします。またお会いしましょう。